おはようございます。仏壇販売転職ハッスル社長。いやー、この格好はレアですな。レアもんでございますね。はい、ありがたいことにですね、ちょっと朝一番にお仏壇の納入がございますので、この格好で撮らせていただいております。はいはい、いつもはこんな格好でおろおろしてるんですね。はいはいはい、まあ、もちろんですね、今日土曜日、明日日曜日、当たり前でございますがですね、年中無休でございますから、夜7時までナイター営業しておりますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はいはい、もちろん24時間電話受付です。はいはい、もう一発頑張るよね。さあ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 、あ、なんか自分でも超違和感があるようなこの格好はな。はい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 、今日は10月の14日だったかな、なんかそのくらいの土曜日、夜の7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい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 、いや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 、聞いたですね、昨日の夜ですね、クリームシチュー、今シーズン初めてのクリームシチュー、あれはあれで美味しいで美味しゅうございますですな。はいはい。で、私、あれにこう、唐辛子と胡椒はいっぱいかくるもんだけ。で、朝からもそれ残りいただいてきたんですけどね、まだまだなんか、かけすぎてからゴーゴー言うとですね、むせる。やっぱ、年だとむせやすくなるんだな。あれ、もう、ろれつも終わったらもう、はいはい。まあでも、クリームシチューとても美味しいかなと思っております。はい、汁物が美味しい季節になりましたね。はい。じゃあ、今日もですね、夜7時までナイター営業でございます。お仏壇お困りごと&、生活困窮者支援。仏壇無償提供24時間電話受付、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。今日も一日頑張ります。